羽生結弦星野源に楽曲制作を懇願。オタクからトップオータへの奇跡。皆さん、こんにちは。今回は、世界的なフィギュアスケート選手であり、五輪に連覇の偉業を持つ羽生結弦さんが、なんとか主、俳優の星野源さんに楽曲制作をおねだりする姿が話題となっています。その驚きと感動に満ちたエピソードを、詳しくご紹介します。羽生結弦さん。 大ファン星野源へ楽曲制作をおねだり、今日一日でオタクからトップオターになり上がった。フィギュアスケート男子で五輪二連覇の羽生ゆずるさん、28が、26日放送の NHK、おげんさんのサブスク堂、51.0にゲスト出演。歌手で俳優、星野源、42、へ楽曲制作をおねだりする一幕があった。ハブさんの出演は、 星野とハブさんが昨年末の紅白歌合戦で顔を合わせたことがきっかけで実現。12日に放送された前編ではハブさんが星野の大ファンだったことが明かされ、この日は後編が放送された。オタクからトップオタへの変遷。レギュラー出演する星野、俳優松茂とよ、60、とトークする中で、ハブさんはフィギュアスケートでの選曲の難しさを取ろう。松茂から自分で作っちゃおうとは思わない。 と問いかけられると、曲はオリジナルのものを作っていただきたいなと思うことはあるので、ぜひ、と星野へ楽曲を懇願した。曲のイメージについては、源さんと僕の中の共通点と、見せたいんだけど別に見せるつもりはないぜみたいな。ちょっと壁を張ってると感じと、と説明。星野も、もし作るんだったら行きますね。そっちに、話しながら作りたい。それじゃあちょっと実現させましょうと意欲を見せた。 夢のコラボ実現へ、乗り気が星野にハブさんは、やった、嬉しい、ぜひぜひとにっこり、松茂にも、ちょっとビート打ってもらってと楽曲制作への参加を要望し、なんかもう本当に今日一日で、星野源のオタクからトップオータになり上がったと大喜びしていた。結び、羽生結弦さんの情熱的な姿勢と、星野源さんの素直な受け入れが交錯し、驚きと感動の瞬間が生まれました。 両者の異なる世界が融合し、新たなる才能が開花する日が楽しみです。私たち読者も、その成果を心待ちにしています。この出来事は、世代や興味を問わず、多くの人々の心を打つこと間違いなしです。羽生結弦さんの情熱と星野源さんの素直な姿勢が交錯し、新たなる創作の扉が開かれる瞬間を、私たちは心から歓迎します。どんな楽曲が生まれるのか。 その日を待ち遠しく思います。